緑が、丘公園は、愛知県名古屋市緑区にある墓園。公園と一体となった墓地を設け、緑と水に包まれた憩いと安らぎの場を提供する、ことにより、市民福祉の向上に寄与することを目的として、名古屋市東南部の丘陵地帯に1 9 8 8年に設置された墓園である。北園と南園に分かれており、北園には、 いわゆる日本式の普通墓地と洋式の芝生墓地が、南園には普通墓地が配されている。ソメイヨシノや、ツ,ツジなどが植えられており、四季折々の草花も見られる。最終的には総面積60ヘクタール、墓地数4万7千区画となる予定で、継続的に工事が進められている。2001年5月には、南園入り口近くに、緑が、 丘公園会館が設置され、案内所や休憩所として使われている。開門時間は7時から19時で、名古屋市営バスがこの時間に合わせて乗り入れている。盆や悲願の時期は園内を巡回する無料バスも約20分間隔で運行される。墓地は名古屋市に6ヶ月以上継続して、住所を有している人が申し込みの上で使用でき。 毎年一定の期間を設けて募集が行われている。豊明市側には、靴掛け譲り派清園という墓地が隣接しているが、これは公営墓地ではなく、豊明市内にある豊明神社が管理する民営墓地である。南東には直市池があり、池を取り囲む直市水辺公園とは隣接している。相互に階段でつながっているため徒歩で行き来が可能。山病院にも、 比較的近い。最寄り駅の徳重駅からは約 1.5km の距離にある。名古屋市側から公園の中央を東西に貫通する道路があり、東側は豊明市になる。この道路とは別に豊明市側にはもう一つ門があり、愛知県道236号春木靴掛け線に接続しているが、盆や彼岸など母産車によって混雑する時期以外は閉鎖されている。 豊明市側から乗り入れるバス路線は存在しない。ありがとうございます。